生徒会長たるもの、当然全生徒の名前を覚えているものです。彼女はもうここには来ませんよ。え、何のご用です？じゃあ結城せつなさんのことも知ってる？ええ、スクールアイドルに興味があって。同好会は結城さんとの話し合いの結果廃部となりました。何をしているんですか？もう戻ってきたんですか？しかし目的は果たしました。さらば！お待ちなさい。普通科1年、中須かすみさん、何を言いたいかは分かっていますよね？ここにも見つけられなかったわ。いないはずの刹那とどうやって廃部のやり取りができたのかしらね。教えてくれる？結城刹那さん。彼女がスクールアイドルになろうと思ったこと自体が間違いだったのです。ちゃんと考えた方が。幸せになれないのが嫌なだけ。ラブライブみたいな最高のステージじゃなくてもいいんだよ。せつなちゃんの歌が聴ければ十分なんだ。分かっているんですか？あなたは今自分が思っている以上にすごいことを言ったんですからね。どうなっても知りませんよ。スクールアイドルフェスティバルの申請書です。ふむ、とても面白そうな企画ですね。一般の生徒たちが学校の部活としてアイドル活動をするんです。生徒会長たるもの、当然です。この申請書ですが、内容があまりにも漠然としていて、このままでは承認はできません。これより講義を始めます。無断でこんなパフォーマンスではファンのみんなに大好きな気持ちは届きませんよ。